ですよ、それは。逆バカ、逆だってね、それ逆だって、乗り寄ってんの。お前、ちょっと何ニカってしてんだよ、お前。はい、こんにちは。なんで俺お茶の飲んだら推薦レベル下がったの？なんかおもむろにちょんって下がったね今。俺麦茶飲んだだけ下がった。何、ありとあらゆるものを低下させる能力があるこのお茶には。びっくりしたんだけど。はい、行きます。はい、やめないよ、これやめられないんだよ。今日やめたらプラチナじゃなくてゴールドになっちゃうんだよ。あー、ティルトして、あー、もうティルトして、あー、ティルもう一年中泣くセミ、ティルトセミ、あー、ティルルルルティルルルティ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 ル。やばい、あ、みんななんか課長舐めて調子乗ってっから、俺がギャグなんだなってことを見せてやろう。勝ちに行ってやるよ。じゃあ勝ちに行こう。シグマ使ってもう完封しよう。もう激ビズぐらい完封させに行こう。場の空消えるぐらい。普段ギャ大丈夫、全然いいよ。ちょっともう、なんかさ、言い訳すんのやめようかな。俺もなんかもうさ、つんじゅう本気のにさ、もうこう言い訳よくない。もうなんかもう認めなきゃ、自分を認めるよ。認めるよ、もう頑張るよ。宇宙歌うぞ、歌うぞ、歌うか、歌わせて。やばい、なんか最近さ、ガチでチルトしまくってたからって言っちゃった。ティルトしまくってなんか本気出せなくなっちゃった。俺の握力が落ちてる、これ。やばい、なんか本気出せない。今までちょっと本気出しゃ、このプラチナぐらいなんてちょろいだろみたいな思ってた。なんか握力が弱まってる。俺なんかこれ4カツに弱くなっててビビったんだけど、俺弱いぞ。こういうのもロケットパンチもしぶらずに使う。ほんでちゃんと帰る。大丈夫、これ勝てる、全然勝てる。しぶらずにパンチ使って帰る。どんどん使おう、どんどんパンチ使おう。これ時間稼いで相手がサージ来るから、これ前で当たって、どんどん前で当たる。サージを考えて前で当たる。サージ打たせる暇もなく殺す。 OK、 あっ、もう出ちゃう、これも出しちゃう。クワクセン、はい、俺の勝ち。っしゃー。おっしゃ、あっぶねー。まあこれあっぶなかったわ。やればできるだろ、ドゥーブフィスト。そんなことない。俺でも発言禁止と追放はめったにしない。したことないよ。したことないは言い過ぎだけど、ほぼない。いや、マジでほぼない。2年間ぐらいやって追放件数100件しかないよ、まだ。毎日こんなやってて配信。いや、マジ100件、本当に100人だけ。あ、解除申請してる人が100件だから、もっとしてんのか。サーキットロイヤルで黙って、舐めてる。すいませんでした。はい、やめます。コメント気持ちよくないです、今日。いや、もう今のは気持ちよくないです。よしよししてくれ、嫌です。ワイもやめます。
はい、やめます。守りません、味方。俺一人ゲームやります。もう勝手に死んでください。やめます。拗ねちゃいますよ、拗ねちゃう。あ、待って、早すぎ、足。あ、びっくりした。はい、始めます。いい感じですね、これ。なんか気良くなってきたんで始めます。 OK、 はい、始めます。お、うますぎー。おー、うまかった。いやー、もう意味わかんないこのゲーム。わからん。離れないでくれ。置いてかれるのは苦手でね。白川。こういう時本気。え、お前グロすぎだろ、そのグリップ。え、ぶっ殺してるじゃん、その DPS。 え、お前やば。え、あいつやばすぎる。え、もうお前スパイだろ。お前今のグリップやばくないか。お前悪魔だよ。味方になって。もうお前はダメだ。お前もう達人コメント多すぎる。こいつちょっとね、臭いしね、ちょっとダメだ。お前はバンだ。お疲れ様でした。はい、さよなら。数分前バンしたことないよ。いや、すいません、これはね、いい将来。いや、5000年に一度出る追放ですね。解除申請見せてくれませんか。え、解除申請ですか。とんでもないことしか書いてないよ。あ、結構真面目に反省してるけど、書いてあることが全部グロいな。読むだけで今イライラしてきたわ。なんかね、大変申し訳ございませんでした。チャットの内容について改め、皆様配信者様が気持ちよく視聴できるように気をつけます。でも、この前の文章、あ、丁寧な方だなと思って読んだら、お前がゴミなだけだろとかって書いてたり、あとその後、まあこれ適正なんだろうね。いやー、これ味方の質問だけどな。これ開始されそう。ふん、タンクティフ。で、俺がピチーってなってこれ追放しますね。また読んで、また切れそうになったわ。危ねー。これ言ったよね、あれ。俺、小学校1、2年の頃さ、テストの勉強が悪いとさ、テストを家に持ち帰ると親になんか、え、なんでこの点数なのって怒られるのが嫌だから、そう、自分の家の建物と隣の建物の間によくテスト捨てたの、上からパラパラパラって。すげえ、これ外に捨てたら家にテスト持ち帰らずにこれバレないじゃんママに、みたいな感じで思って、俺は家と家の間によくテスト捨てたんだよ。そうで、そしたら近所のおばさんがなんか落ちてたわよとか言って、しクソ親切にポストに入れやがって。で、え、10点みたいなバレた。それぐらいおバカさんでガキンチョだったからな。国語は苦手でしたね。だから俺が手取り足取り教えちゃうよ、こっちは。俺って必要だよね。必要なんだ。へえ、しょうがないな。手伝ってあげるよ。あんまりいらなかったね。 OK。 でも俺その前に一個段階があって、テストの点悪かったやつはランドセルの奥の方にテストを仕込めばバレないと思ってて、教科書でテストをぐっちゃぐちゃにして押し詰めて、よし、これで教科書詰めて帰ったら一番下にあって見えないからバレないぞと思って帰ってたんだけど、俺毎回テスト悪いからどんどん膨らんでくんだよ。で、親がんっつって奥奥こうやってやって、何これみたいな感じで出てくるみたいな。地層できちゃった。バカバカ地層ができた。バカ地層あれだね。
クソガキエピソードもう一個あったわ。塾で小学校3年ぐらいの時なんだけど、塾で俺があまりにも話を聞かなかったり、その自由にウェーイみたいな感じで騒ぐから、その塾の講師が、あの今日あのメルトン君のお母さんと僕面談だから、今日はあのちょっと早く終わりにするねって言われて、まずいと思って、チクられると思って、俺があのいつもの普段のことは言わないでくれますかって、あの一応内緒にしてくださいお願いしますって言って、俺のお母さん怖いのでって口止めしたんだよ。そしたら、うん分かった言わないでおくねって塾の講師は言ってくれてたんだけど、その後家で、あんた塾の講師に口止めしたんでしょって怒られて、ごめんなさいってなったこと覚えあるわそう、言ってたわよって言われた、塾の講師が言っちゃい、そう言わないでくれとは言われたんですけど、やっぱ責務を全うするためにみたいな、煉獄さんみたいなこと言ったらしい。そう、責務を全うするために俺はお母さんに聞くるみたいな感じでやっぱ言ってたらしい。それを親から言われて、あんたそんなこと言ってたのね言われた。で、俺そのもう一個クソガキエピソードがあって、俺それで塾あの向いてないって話になって、やめろって言われたの親から。うん分かったっつってやったーってなったんだよ俺その時やったーってなって、俺嬉しくなった。俺は何をしたかっていうと、卒業式みたいに塾の壁に、なんだっけ、鉛筆で自分の名前書いた壁に鉛筆で自分の名前書いて卒業式みたいに書いて、なんかエモい感じになんかやってた俺で、その時に、あ、これまずい、自分の名前書いちゃうと、これもし同級生がこの塾通って、え、あいつじゃんってなったら嫌だから、そうだ、ネットゲームのユーザーネームでいいやつって、その当時やってた、ユーザーネーム書いた。ネットゲームやった時のユーザーネームを書いて、これなら OK、ネットリテラシー、ネットだからリテラシー丸よみたいな感じのやつを、確かね、そういうコート書いたわ。で、その場で消されたわ先生真横にいて、そう、先生真横にいて、俺が壁に名前書いてたんだけど真横で消されたね。だから名前は残せませんでした。 CG プロ時代の問題行動、チームの反省会で精神論を持ってくるパワー系選手と、そのここ打ち勝てないよねっつったら、気持ちでって言われたなんで勝てないやろなって言ったら、うーん気持ちかなって言われた。気持ちかなとか精神論を語られたことある。基本会話ができなかったりした。じゃあなんか、マジで言ってる感じがした。そう、まああと単純にヤバいのはあれよ、俺本気でやるために大阪行くわっつって、大阪に、東京から大阪になんつうの、わざわざ引っ越してゲームをする、専念するって言ったのに、その大阪行って気分上げるために俺アップローチ買おうかなとか言って、アップローチ買ったら、その連れの人にそれだと生活費なくなっちゃうんじゃないんですかって言われて、いやちゃんと働くから大丈夫っつって、その次の日俺もう金ねえから1ヶ月半バイトしまくるから俺練習行けないやっつってクビになった人がいる。伝説の男、俺はもう二度と忘れない。あれマジびっくりした。でもね、そいつ強かったんだけどね、消えました。あ、俺も死にました。それ以降もう会ってない、もう怖いもうあの駅まで来て、ちょっと会うのも話すのも怖い、もうゲームやるのもちょっと怖い、何考えてるか分からないからちょっと怖くて、もう遊んでないです。レベル高すぎる。あ、でもね、プロゲーマー、なんか俺がやってた時はプロゲーマーメジャーじゃなかったから、あの当時プロゲーマーやってたやつは結構尖ってたのいっぱいいた。あ、ガチや、結構、あ、すげえやって人結構いた。面白いこと言えないんだろうけど、いやなんかいたわ、すごいのいたわ。あ、もうバリアなくなっちゃうんじゃないんですかそれ。あー、もう二度と雑談しません、つまんない雑談しても。でもその後プロゲーマーのメンバー恵まれてて、結構まともな人入ってきたし、楽しかったメンバーだったからな。後半は、前半やばかったけど後半は良かったからな。周りに恵まれた、本当に周りに。
周りに恵まれたなんか時代だったわ。あ、今も周りに恵まれてますけど。メルトン君、どういうことかな。すいません、申し訳ございません。いや、恵まれてる。今は恵まれてるけど。てか、俺本当に周りの運はいいんだよね。俺運がいい。21歳の大学生です。自分は雑談力 PG で初対面だと会話に詰まってしまいます。メルトンさん、初対面の人と話すときにどんなことを考えて何の話題話しますか。え、もう終わりました。はい、ダメです、これ。もう詰まってます。はい、もうダメです。どこ住みへとか。ダメ、あ、もう終わったわ。ちょ、ダメです、もう終わりです、これ。ダメでしたね。え、でも初対面の人とはガチで共通点を見つけろ。共通点とにかく探せ。なんかどっか情報探れ。情報戦。自分と何か共通するもんがあったら話しますね。で、共通するもんがなかったらもう去れ。そいつ合わねえ。それも、あ、こいつ探してんなって悟られない探し方が一番いい。あとは自分の情報も開示することじゃない。いや、救世主宗教で行こう。絶対ダメだろ。やめろよ、そこの開示するんだよ。一番怖いよ、やめろよ。一番やめてくれよ、その話。やめろよ、もうスノーミッツ絶対やめろ。すんじゃねえよ、思想出してくんだよ。これは早くない、早そう、早くない、早そう、早くない、早い。あー、何やってんのゲンジ。いや、これ俺もあるか。はい、お前ウィードメーカーで落としたのお前か。お前が死ぬんだから、お前が。私あなたを殺す。あなた生きて帰れない。私そのまま乗り切っても殺す。えらいぞ、新名やったんだけでもえらいぞ。大丈夫、お前はお前のおかげだ。何やってんの。そんな構えて何してんの。お前バカだ。なんだよ今の。プラチナならではだろ今の。ちょっと雑談なくても変わんないじゃんじゃないんだよね。俺なんかないかなと、もう全部話しちゃってきたし。あ、そうだ、昔俺が中学生ぐらいの頃かな、なんかおばあちゃんがその亡くなってしまうみたいな時に、危篤状態の人にその声かけるやつあんじゃん。なんかおばあちゃんありがとねとかっていうやつ、あれに対して俺がそのおばあちゃんありがとう、おばあちゃんいい話してくれてありがとうねっつって、俺この一族をどうにかして盛り上げるからみたいな、くそエモいこと言ったんだよ。俺があの一族はこれからだからみたいな感じで、なんかめちゃくちゃいいこと言ったの。そしたら親父がそんなこと絶対思ってねえだろとかヤジ飛ばしてきて、お前ってなったことある。親父がおいおいおいみたいな、何エモいこと言ってんだよみたいな感じ言われて、そんなこと言っちゃいろんでねえだろみたいな、ほんとかよみたいな感じ言われて、ヤジ飛ばされて、実際思って、そう、ちゃんと俺がこの一族の柱にやる。このタイミングでウルトーハクとピーロードがゴールしますね。いや、これバティストさんの窓かなり強いですね。今の使い方、メルトン選手すごくいい使い方でしたね。そうですね、すげえ語彙力のね実況解説だ。もう俺仕事来ません。もう仕事来ません。これ終わりです。星野に来てる、一緒に実況解説しよう。えなこりん同僚がコラボしたとき嫉妬したくせに。これ喧嘩か、これ喧嘩か、破局これ。ですよね、なんかその実況解説ってちゃんと真面目にオーバーウォッチ見てるじゃんみんな。だからなんか俺なんかがこうふざけたようなやつがこう実況解説するのってどうなのかなと思うわ。なんか良くない気がする。なんかさ、こうゼータがおーっと、これはいい合わせでしたね。これメルトンさんどう思いますか。まあここで俺ならとかって言ったらやばくない。
うるせえよプラチナが、てめえの意見なんか聞いてねえよ、お前ティルトしんじゃねえかみたいなコメントあれるから、なんかこう怖いです。てかやっぱサポ楽しいな、てか味する、てかタンクやりすぎて飽きたのかもしんねえな、味するわこのゲーム、おいしい。はい、死なないね、死ねえだって、なんでわざわざ芋から出たんだお前、ふざけるなよ。あ、なんかさ、あ、サポはサポでムカつくな。はあ、なんかサポはサポでうぜえわ、はちきしょ、はちきしょこの野郎、はあ、この野郎ちきしょ。お前そんなおしゃれなパンチャーって言ったら人は知らねえんだよ。俺がドゥームフィーストよくやってるかわかんない、それおしゃれってかっこいいからやるけどな、それ弱えんだよ。間に合うよ、あ、いらないみたい、はい。星見なんで言ってんのザーッコって言ってる。過去のチャットなんて書いてあるんだろうな。5月26日泣かないでね、 PG が待ってるよとかって言ってるわ。君ホグのセンスあるねとかって言ってるわ。あとなんか多分みんながあれかな、この人全然連絡返してこないよとかって言ってる時に、ディオの連絡はすぐ返ってきますよってチクってきてる。星見なんかチクってない、この人ディオとかランク上がることに関してはすぐ連絡返してきますよこいつみたいな言ってるわ。万引き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 、なんでプラチナ万引きされんの俺いつも、もう毎回万引きされるのプラチナ。これ無視、ちょっと万引き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 、ちょっと止めて止めて止めて、ちょっとピー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 、はいピーピー、はい止めて止めて止めて、ちょっと万引き万引き。あさ、戦闘と関係ないところにマジ行くの何、あーもうもうあいつらのものなんちゅうて、もういやーそっち穴逃げたらお前はお前になっちゃうよそれ、お前もうなんかもうなんかああって感じ、四方にいる、もうこのうわもうどうにかなれってなってる、もう当たるわけないだろ、歓迎しなさい。何やってる、アナさん死んじゃいますよその立ち回り、ねえおいこの配信見てサーカスっていうのやめて、なんかその違う、あのエンタメで死んでるわけじゃないし俺本気だからね、ちょっとなんかちょサーカスって俺でやだな、俺のちょっとランクを舐めてる、それは舐めてる、左に行ったと見せかけて、おっと逆逆逆逆逆逆逆バカ逆だってめえ、それ逆だって何やってんの、もうざけんなよお前、お前見分けつけろよ敵と味方の、やばすぎるって、はい、いやこれさ待てよ、いや多分あれわざとじゃないぞ俺ね、あれわかるぞ、いやもしかしたらちょっと一回リプレイ見ようぜ、いやあれ多分ね何かを分断してる、何かを分断してる、お前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 ちょっと何ニカってしてんだよお前、お前ちょっと微笑みかけてないかお前、ガチで許せねえこいつ、タイのランクをサーカスだと思ってる、ゴミメイ今すぐ DPS やめよう、波相談読みましょう、波相談書いた、 OK、 メルトンさんいつも配信お疲れ様です、9月から忙しくなり淡い配信を
見に来れなくなってしまうので、配信でモデレーター不在の時間が増えてしまうかもしれないです。メルゾンさんに賭けの管理をしてもらうのは少し不安なんですが、大丈夫でしょうか。でも本当にありがとう、ルメさん。もう連続ログインなんか600日ぐらいだよね、確か。600日連続出勤で休みがないみたいな状態なんだよね。本当にもうありがとうございました。まあ、引退じゃないと思いますけど、いやもう本当にすみません。もうありがとうございます。本当に、本当にありがとうございます。じゃあもうちょっと賭けはね、俺が責任持ってやります。あとは他のモデレーターがやるかもしれません。いなかったら俺が本気でやります。給料はドリンク3つです。どんぐり3つです。どんぐりね。どんぐり3つです。リスなりの感謝ってことで。俺さ、そうだ。あのリスはライオンになれないってさ言ってきた俺のよく健康診断を見てくれてるお医者さんいるじゃん。俺がまたさ、なんだっけ、健康診断じゃねえな、なんか採血かなんかしてアレルギー検査をまあ普通にしたら、定期的に俺なんかしに行ったんだけど、そしたらなんか俺が今日もなんか採血って言われて、はいそうですって言ったら、なんか偉いって言われて俺いくつだと思われてんのと思って、採血するだけで偉いって言われた。自分の健康に気使って個人事業主なのにしっかりしてて偉いって言われた。多分ワンちゃん幼稚園の頃から見てた人だから、本当になんかそんぐらいだから孫だと思ってる、おばあちゃん先生。でも俺がいつも平日の昼間に病院来るもんだから、仕事は何してるのって言ってビクってなってビクッ、いやあの家でリモートワークですねって言っていた。なんか配信者って言っても伝わるか分かんないし、なんかゲームやってお金稼いでるっていうのもなんかちょっと違うし、それ言うとなんかゲーム作ってるのかなって勘違いもされそうだから、まあリモートワークでまあちょっと夜働く感じですみたいな感じなんか適当に言ってる。俺のおばあちゃんも勘違いしたから、俺の親父がこいつゲームやってお金稼いでるんすよみたいな感じで言ったら、あーそうなの、まあでもね、あんまりゲームをやりすぎると良くないからね、ゲームはほどほどにねみたいな。親父がまあゲームをやって稼ぐからね、ゲームをいっぱいやんなきゃいけないんだけどみたいな感じで、ちょっと難しい感じになっちゃって。そう、親父の部屋に行く用事、親父のとこに行く用事があって、親父の部屋に行ったら、あの俺の親父が黒い砂漠で PK されてたんだよ。あの PK っていうのはなんか通りがかりにこう倒されちゃうみたいな感じのやつがあるんだけど、その PK を親父が黒い砂漠で受けてんだけど、その親父ってめっちゃステータス高いのね。でいろんな装備セットを持ってて、防御盛りのセットを持ってんの、持ち歩いてんのいつも。だからバカみたいに体を固くできて、 PK してくるやつに対して一気に下がって服パパパって着替えて、ほらどうだ俺の体殺せねえだろっつってドヤ顔して、俺にそのプレイングを見せつけてるなんかきっしょい親父を見てた。そのにちゃーってやってる親父を横で見るみたいななんか状況が昨日じゃねえや、この前起きた。どうだ俺殺せねえだろみたいな感じで言って、俺の方チラ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 ずっと見て、俺固くねみたいな感じで、だ PK 諦めて帰ってた、できなくて。俺の親父は昔あれだったな、魔法系だったな、黒魔法だったな、そういう系使ってたな。で俺がなんかバーバリアンとか斧使ってた見てこれこの斧のコンボ超かっこいいとか言って見せてたわ。で俺の母親はエルフのなんか弓系だったわ、遠距離。姉貴と親父が黒魔法系だったわ、で俺がバーバリアン、みんな役職違ったわ。ガチの話なんかもうみんなこれもうおじさんには分かると思うんだけど、当時やってたのはパーフェクトワールドっていうなんか MMO があって、それを家族でやってた。もう多分おじさんにしか分かんない、ロハンとパーフェクトワールドを家族でやってた。乗り物2000円ぐらいして、あのこれは子供じゃ乗れないよんつって親父がこうやって飛行してた。でも買ってくれたけどね、両親もそこで結婚したの。いや俺の両親は普通になんつうの、同じ会社のって感じでそこで出会ったみたいな感じだから、全然ネットじゃない。でも俺の親戚はネットでゲームで仲良くなって結婚した。そう、俺の親戚はネット、
そうだからね、結構ね、俺の親戚っていうか、あなんだよね、ゲームが結構そばにあったの、ずっと子供の頃から。あ、違う、これジャグラが赤いから。ちょ、ジャグラ何やってんの。もうアタフタしてるやんもうアタフタしてるやん、ジャングラと。あ、どうしようどうしようどうしようってなってる、これ。もう死ぬんかよお前、もうふざけんなよお前、めっちゃアタフタするやん。もう意味がわからん。大丈夫、プラチナ磁爆をお見せしましょう。いや違うな、ウィンソンでウィドウを止めよう。うっ、いって。もうさあ何を読むかって言われてんの、やだな、もうもうやだな俺。だからさ、もうこれコメント見て、なんでもうこれ売り悪くないでしょ。え、何？まるまるさんが、え、なんとかなんとかだって。いやもうそんな俺悪くないでしょの展開待ってんのみんなを。だからさあ何を読むかって言われてんの、もう嫌だ、読めません逆に。なるほど、思い出した。タツコメバイキングじゃねえだろ。安いよとか言ってるやついる。もう違うよ、それやめてね。もうタツコメできないぐらいうまいプレイしてるから待ってろ。これプラチナ磁爆いきます。とっておき、よし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 、あ、勝ったわ。21デスしてるけどこっち。まあ俺も自爆0キルですと。よかった勝って。ジャンから激アツだったね。後半めっちゃ伸びたわ。ということで今日終わりです。12時20分から13時20分に配信明日始めるのでお疲れ様でした。おんじゃお疲れ。